今日はカメラですか。お、ニコンのポスター。お邪魔します。あ、作業されてますね。工具がたくさん。再生の舞台はフォト工房キートス。ニコンのフィルムカメラを専門に修理を行うこのお店。ここでしか直せないという依頼も多く、ニコンファンからも絶大な信頼を置かれています。それもそのはず、ここでカメラを直すのはもともとニコンで長きにわたりカメラ修理を行ってきた技術者たち、元社員が集まったニコン認定の修理店なんです。そんなニコンのプロフェッショナルたちが今回再生する名品はこちらです。ニコン F です。世界中のカメラマンから愛された名品ニコン F。 ニコンの原点は1917年に誕生した前身の日本光学工業。当時海外製に頼っていた光学機器の国産化を実現させるため、三菱グループの岩崎小彌太が資材を投じて設立。光学メーカーとして顕微鏡や反射鏡を製作し、技術力を高めていきました。その後、それまで培った光学技術を活かせるカメラ業界に参入。そして1959年、ニコン初の一眼レフカメラとして発売されたのが今回の名品ニコン F です。15年にわたって生産され、高級一眼レフカメラとしての地位を築きました。1964年、東京オリンピックのあった年にニコンへ入社したという代表の国井さん。ニコン F の特徴はどんなところにあるのでしょうか。素材が金属製でかなりしっかりしてるんです。他の場合ちょこっとやれば曲がっちゃう。丈夫ですから、そのまま50年経ってもそのまま使えると。その辺は我々もやってて素晴らしいなと思いますね。多くのカメラマンを魅了してきた名品ニコン F。 映画地雷を踏んだらさようならで知られる戦場カメラマン一ノ瀬泰造氏も愛用していたといいます。戦場をかけ、その瞬間をカメラに収めた一ノ瀬氏。こちらは被弾したニコン F。 共に数々の視線をくぐり抜けたことを物語っています。高い耐久性を目指して作られたニコン F はシャッター幕に当時最先端のチタンを採用。いかなるフィールドでも活躍するカメラとして一世を風靡しました。さらに好きですね、この音は。私どものお客さんもこの音がいいんだというふうによく言われますよね。加えて画期的だったのがレンズを取り付けるためのマウントと呼ばれる部分。長くて重い望遠レンズにも耐えられる素材を使用し、またこの形状は変わることなく半世紀以上経った現代まで受け継がれ採用されています。まさにニコン F が原点っていうことか。ネジの山もね、傷んでまして、ドライバーがうまく入らない時があるんですよね。サビがついてますので、ちょっとサビを落としてますね。ちょっとずれてますね。世界中のカメラマンから愛される名品ニコン F。 今回の依頼品はシリアルナンバーを確認したところ、
1960年から65年に発売された前期型になるそう。日本工学の刻印はこの前期型までにしかなく貴重なモデルです。発売から50年以上が経過したニコン F、 現在の状態はどうでしょうか。まずシャッター幕に油が出ちゃったんですね。こう落ちた幕に多分もういろいろ中油が注入したりするとここに幕に出てきちゃうんですね。だからこの幕の油きれいに清掃しなくちゃいけないですね。この油汚れはシャッタースピードに影響するためきれいに落とさなければなりません。こういうふうに動いてますけど、まあもう50年も経ってますから、一回取って洗浄してきれいにすると、それが必要ですね。今回は分解と点検を行い、必要な修理をするオーバーホールで再生します。カメラの名品ニコン F、 いよいよ再生スタートです。担当するのは職人歴24年の菊池さん。今日はオーバーホールということですので、まず分解の方からさせていただきます。ネームプレートですね、これから外させていただきます。順番が良くないとまずいので、順番通りやらせていただいてますね。はい、ネジがこうね、マイナスドライバーですので滑らしちゃいけないので、その辺がちょっと気が使いますよね。当時はまだプラスのネジが一般的ではなく、全てマイナスネジ。ドライバーが滑りやすく傷つきやすいので慎重に取り外していきます。こんなところにもネジがあるんだ。小さいネジが3本ついてますね。長さが1ミリくらいですので、取り外したネジがこちら。ペン先と比べるとその小ささが分かります。いやー、小さい。このネジ一つにもニコン F の頑丈さの秘密があるそうです。鉄が多いですから、みんなマグネットしてるんだ。鉄ビスは今使ってることないですよ。みんなちょっと軽いやつですから、ニコン F までは大体鉄ビスが多いから、一つ一つがかなりしっかりしてると。現在ではプラスチック素材などで軽量化が進んでいますが、こうした鉄素材を採用しているからこそ50年以上使用できるほどの耐久性があるのだとか。プラブタを外します。スクリーンを外します。ネジの山もね、傷んでまして、ドライバーがもうよく入らない時があるんですよね。無理にするとこのビスの頭がこう潰れちゃって余計取れなくなっちゃいますんで、その辺が結構大変ですよね。マイナスのこのビスっていうのはホットシューって言って、ストロボを取り付ける台ですね。はい、巻き戻し側の上カバーです。巻き上げ側の上カバーです。で、中はこういうふうになって、このボディに対してはちょっと交換するってはあまりないと思うんですよね。
ただの年数が経っていますので一応全部分解して掃除して油を入れて再組み立てというそういう形になると思いますけども、それでは飾る板を外していきます。これモルトですね。モルトファインダーを受けるモルトがありますので、この下にビスがあるんですよね、緩衝材みたいな。そうですね、はい。本当だ、こんなところにネジが。続いて取り外すのはこちらの皮の部分。皮が固着して取れなくなってますので、エタノール、アルコールですね、これを入れて皮を柔らかくして、それから外れやすくするためにこれを入れてます。それでもなんかうまく取れない時にはこう要するに少しドライヤーで熱を加えてあげると取りやすくなるんですよね、はい、こうやって剥がしていくのか。いやー、かなり頑丈にくっついてるみたい。ここにもネジが。なるほど、だから皮を剥がす必要があったんですね。隠れていたネジを取り外し、前面部分をバラしていきます。これで外せます。前板とボデンと分かれました、2つ分かれました。前板から取り外したのはミラーボックスと呼ばれるパーツ。ミラーボックスとは、入ってきた光をファインダーに90度反射させるミラーのためのスペース。ニコン初の一眼レフカメラであるニコン F から搭載された機構です。だいぶ擦り傷が入ってますね。お客様が掃除された時に硬いのでやるとこういうふうに擦り傷が入っちゃうんですよね、写真の方には問題ないんでね、割れてない限りこれで使わせてもらうしかないんですよね。続いてシャッタースピードに影響するスローガバナーといわれる部分を取り外し点検します。30分の1から1秒までのシャッタースピードを決める。これがスローガバナーですね、はい、この動きがよくこの途中で止まるようなことがあるといけないんですね、これはまあ比較的にうまく動いてる方ですね、これね、しかし動きが若干ぎこちないとのこと。分解はこれで完了。パーツの中には今では入手困難で価値があるものも。交換を嫌がる依頼者もいるため相談は必須なのだとか。今回のニコン F はどうでしょうか。特に今回は交換する必要はなさそうですね。落下したとか大きな衝撃を受けた時じゃない限り部品ってあまり破損してないんですよね。洗浄して取り付けるって調整っていう感じでいけるんじゃないかと思うんですよね。50年以上の時を経ても部品交換が必要ないとは、さすがニコン F。
あとは洗浄しながら不具合がないか再度確認していきます。カメラの名品ニコン F の再生、続いては洗浄の工程。ここで動作確認のために巻き上げレバーを一時的に取り付けておきます。まあ、あのシャッターマークがあのこれちょっと全体に汚れてますね。もうね、あのスーッとこういうの、バラで少し汚れてますので、これをどこまで落ちるかちょっと清掃してみます。シャッター膜についているのは主に油汚れ、シャッタースピードに影響するためきれいに洗浄します。使ってるのはこれ割り箸？これをできるだけ柔らかい柳箸とかってよく言いますけどもね。菊池さん曰く割り箸の幅が塗りやすくてちょうどいいのだとか。幅の最近洗浄してますので、でももうちょっと、変えて動きを見ます。だいぶ滑らかに動いてくれました。これ元へ戻します。スローガバナーを取り付けたら、ここでシャッターを切った時の動作を確認します。動きを噛んでこのちゃんと動いてるかということを確かめて取り付けておかないと、後で精度出しができなくなっちゃいますので、それからあとこの動きですねがちゃんと動いてるか、これを確かめてるところです。つきました。続いては注油の工程。細かいパーツにも対応できるように注射針を使って油を刺していきます。巻いた後ボディとのつなぎができたんですね。あとシャッター精度がちゃんと出るかを検査するんです。